皆さんこんにちは。はい、今回はご報告なんですけども、皆様が毎日つけられるようなお守りのようなジュエリーを作りたい、皆様との縁を大切にしたい、そんな思いから金と天然石を使った円ジュエリーを前回発売したんですけども、ご好評いただきましてすぐに完売してしまいました。本当にね、こう手続き入れて2分ほどで完売してしまいました。予想以上のご希望数によりご購入できなかった方がたくさんいらっしゃったことを大変申し訳なく思っています。ですが、はい、今回とてもご好評いただいたということで再販が決定いたしました。前回はね、在庫をご用意していたんですけども、今回は受注販売にて予約を受け付けます。そしてね、新作もご用意しております。まず受注期間なんですけども、明日の10月20日18時から10月26日18時までの受付とします。ただ受注販売とはいえ個数を限定させていただきます。一つ一つ職人の手作りになりますので、受注でも数は限らせていただくので、ぜひお迎えしたいっていう方は早めにお申し込みいただければと思います。そして受注販売で購入していただいてから作成に入りますので、1ヶ月から2ヶ月ぐらいの期間をいただきます。そちらを踏まえて受注販売のご購入の検討をお願いいたします。ちょっとね、やっぱり在庫を用意しているわけではないので、オーダーいただいてから手作りっていう形になってしまうので、12月中旬前後になってしまうかと思うんですけども、自分へのクリスマスプレゼントプラスに考えて気長に楽しみに待っていただければなと思います。そして今回は新しく新作の石を含む3種類の中からさらに10金と18金を選べるようにしました。いろんなお問い合わせをいただきまして、せっかくお守りとしてずっと身につけたいから18金でできれば欲しかったなとか、どうしてもね18金だとお値段上がっちゃうので、そこを考慮しての10金だったんですけども、18金でどうせなら欲しいですって言ってくださる方もいらっしゃって、10金と18金で作らせていただいています。今まで私がつけていたものは10金です。今日つけているものは18金になります。せっかくのね受注販売なんで、その辺も選べた方がいいかなと思って2種類お選びいただけるようになってます。なので石が3種類、金の種類が2種類なので、合計6種類からお選びいただく形になります。お値段は石では分けてないんですけども、金ではどうしてもお値段が変わります。10金オーダーのものは35,000円、税込み38,500円です。18金オーダーのものは52,000円、税込み57,200円です。どうしてもね金の値段が高いので、この辺は上がってしまいます。そして1回目のね販売でジュエリーを作った時よりかも、今価格の高騰がすごいので、どうしても金や天然石の値段が上がってしまっています。その関係で10金の方も税抜き35,000円と上がってしまっています。ご了承ください。このジュエリーは天然石だけではなく、裏に金で陰陽マークをモチーフにデザインしています。その陰陽のバランスがなぜ大切か、なぜそのモチーフを選んだのかっていうのは前回の動画でご紹介しています。この動画の後編にも貼り付けるかなと思っています。なのでこのモチーフのお話はひとまず置いておいて、はい、新色、新しい石なんですけども、直感という名前をつけました。石はルチルクォーツです。はい、ルチルさん、うちの猫の名前もルチルなんですけども、ルチルクォーツを選びました。こちらも一つ一つ個性がある石なので、私もね一緒に石見に行ったりとかして、綺麗でそして直感でいいなって思った石をねお選びしているんですけども、一つ一つ個性があるのはご了承ください。他の石もそうですが全部天然なので。ルチルクォーツ自体、この水晶の中に針状の鉱物ルチルが閉じ込められた神秘的な石です。この水晶の中に入ってるルチルとか、透明感を映し出すのがすごい難しくて、こんな感じで後ろの陰陽マークが透けています。水晶の中にこのルチル、金の針が混ざっています。裏はね変わらずオリジナルの陰陽マーク、一番金運の石として有名かもしれないですね。なので経営者の方から好かれる石かなって、男性の方とかも好きな石かなと思うんですけども、その中でも直感を磨く、冷静な判断力を身につける、こうそんな直感っていう言葉に直感でいいなと思って直感という名前をつけました。まあ、金運や直感力
などに合わせて、まあ、家族円満や洞察力の向上、集中力を高める、精神的にもっと強くなりたいだったり、財運、事業や仕事を成功させたい、そんなパワーストーンだと言われています。私は今まで生きていく上で直感をすごく大事にしていて、自分の直感結構信じてるタイプなんですよ。直感通りにやるとうまくいくというか、そう、自分の直感を大切にしているタイプなので、直感っていう言葉にピンときたし、すごくいいこの石だって思いました。直感は人生の地味から導き出される脳の計算結果なんですって。この言葉もね、結構昔から好きなんですけど、そういったね、自分の直感に自信を持ちたいっていう方にもいいかなって。あと、決められない判断力が少ない方もきっといらっしゃいますよね。自分で決められないから誰かに助言が欲しいとか、まあ、みんなありますよね。優柔不断になってしまうとか、いろいろあると思うんですけど、そういう自分を信じる、そういう直感力をつけたいっていう方もいいと思いますし、私みたいになんか自分の直感信じてるって方でもいいと思うし、物事をね、うまくいい風に進めていくのにとても大事なことだと思うので、はい、この石にピンときました。そして、まあ、ルチルっていう名前もそうですし、あとはこのね、ゴールドが、このゴールドとマッチして本当に何にでも合わせやすいです。石もゴールド系で、チェーンもゴールド系なので、もうなんか全体的にゴールドをつけているような感じなので、ファッションでも合わせやすいなとも思いました。どんなネックレスと重ね付けしても合いやすいし、可愛いですし、この金で作った引用マークもチェーンも全てが調和するような、ファッション的にもすごくマッチしやすいと思います。どちらと重ね合わせてもとっても合いますし、お持ちのネックレスともきっと合うと思います。もともとね、水晶自体ね、パワーがあるのはご存知かなと思うんですけども、水晶が持つエネルギーをさらにルチルが加速させるため、とても強力な活性効果があるそうです。普段のお守りとしてもそうなんですけども、ここ一番の勝負時にもおすすめの石みたいです。持ち主を守ってくれるような効果もあるそうです。石のパワーとね、さらにこの金のパワーと引用マークのパワー、すべてが加わっております。調和のラブアドライト、実りのガーネット、直感のルチルクォーツ、そしてせっかくの受注販売ですので、今回は10金と18金を選べます。概要欄に購入先が貼ってあって、6つ選ぶところがあります。その調和の10金18金、実りの10金18金、ルチルの10金18金と、それをカートに入れて手続きをするっていう形ですね。で、受注販売なんですけども、個数は限定させていただきます。なのでお早めのご購入の方がいいかなと思うんですけども、前回一瞬で売り切れてしまったので、なんか先に会員登録しとけばよかったって言っていた方とかもいらっしゃって、受注販売で前回よりかもね、個数を用意しているので大丈夫かとは思うんですけども、一応先に会員登録しておくこともできるみたいです。あと、そうですね、変わらずラッピングはとっても可愛いですし、私のサインも付けさせていただきます。はい、そんな感じですかね。明日18時から再販、受注販売開始です。ぜひぜひお守りネックレス、円ネックレスをお迎えください。それでは前回の動画に続きます。はい、シュッ。皆さんこんにちは。今回はなんとめちゃくちゃ思いの詰まったネックレスを発売することになったので、そのご報告動画になります。最近よくつけていたと思いますが、円という、はい、10金のネックレスを日頃から愛用している大好きなミツジュエリーさんから発売することになりました。すべて手作りですし、手作りだからこそ思う形が実現できました。裏がこのような形になっております。こちらももちろん金なんですけども、引用マークをモチーフにしています。未熟者ですが、最近は薬膳、中医学、東洋医学を興味を持って学んだりしていて、引用マークっていうマーク、皆さんも見たことあるかと思うんですけども、こちらは陰と陽に分かれているようなマークになっています。すべてのものは陰と陽に分かれる、お互いバランスよく成り立っているのが大切。例えば男性は陽、女性は陰、分かりやすいもので言えば昼が陽、夜が陰、昼と夜はパキッ、はい暗くなる、はい明るくなるって入れ替わらないですよね。
こう引用マークのように徐々にこう昼から夜に入れ替わっていきます。数字ですら偶数が陰、奇数が陽、表と裏や天と地すべて陰と陽のバランスをとって成り立っているという考え方です。なんとなく陰という言葉だけで見るとマイナスなイメージを持ちがちですが、どちらがいいとかどちらが悪いとかはなくて、バランスを取れてることが大事。反対側の存在があってこそもう一方も成り立つ、まあそんな考え方なんですけども、難しいことは言いたくないんですけど、とにかく皆さんのお守りになるようなネックレス、身につけておきたいなって思うようなネックレスになればいいなって思ってこういった形にしました。誰もが日々今日調子悪いなとか調子いいなっていうバイオリズムを感じることがあるんじゃないでしょうか。気持ちや感情が陰に傾いている時もあれば陽に傾いている時もあると思います。気分がめいっている時にはちょっと陽の要素が必要かも、逆に元気すぎる時こそちょっと陰の要素、ちょっと冷静さが必要かもなって、そういったバランスを取ることの大切さを教えてくれるマークになってます。自分自身のこと、特に心のこととなるとバランスを保つのはとても難しかったりします。心の向き合い方っていうのは生きていく上で誰しもが課題というか命題であるんじゃないでしょうか。こう心を整える、心を落ち着かせるようなお守り的ネックレスを作りたくてこちらを作りました。こうやってつけて裏触るだけでもこう陰陽マーク指の腹でわかるので、ちょっとこう落ち着くなって思ったり冷静さを取り戻したりしていただけるきっかけになれば嬉しいかなって思ったりしてます。私はね日々つけていて、まあ小さいことで言うと子供にイラッとした時とかもちょっと一息ついて注意しようみたいな、なんかそんな風に思える、ドキドキするな緊張するなっていう時もそういったちょっと安心するようなものになれば嬉しいなと思って、見た目のデザインももっとこうなんかちょん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 ってつけたり華やかにしようかとか、いろいろ手作りだからこそ変えられるので考えていたんですけども、そういったお守り的観点でつけてほしいから、こうどんな時でもつけれるようなベーシックなデザインがいいなと思って、なのでこういったせっかくの金を生かしたようなシンプルなデザインにしました。あとはやっぱり毎日つけていただきたい、そしてこう安くて可愛いものが溢れている時代だからこそ、こちらは10金なんですけども、金を使ったアクセサリーを作りたくて、それこそ私もプチプラでの購入品動画とかも出していると思うんですけど、やっぱりこういった金のものっていうのはもう地金の値段が決まっている、むしろずっと高騰し続けているので、プチプラでは絶対に出せないですよね。なのでもう可愛くてお安いものが溢れているからこそ、こう価値のあるものを作りたかったっていうので、はい、今回10金で作らせていただいてます。18金で作るのもありだったんですけども、18金になるとさらにお値段が高くはなってしまうので、やっぱりちょっとお値段のことを考慮して10金にしたんですけども、10金でもとても綺麗な輝きですし、私もアレルギー持ちですけども全くアレルギーも起きないですね。もちろん個人差はあると思いますけども、このようにね、一つ一つ手作業、手作りだからこその味があるし、人の思いも詰まっています。なかなか大量生産ではできない細やかな作業です。で、この金を身につけるっていうことだけでもね、とてもパワーがあるんですけども、さらに石を2つご用意しておりまして、はい、こちら私が今つけている石は調和という名前をつけました。赤い石の方は実りという名前にしました。実りの実はね、波の実でもありますし、実るっていう漢字が大好きです。調和っていう漢字も大好きですね。調和、和合、とっても大切なことですよね。なので調和と実りをご用意しました。単純にね、色が両方ともすごく好きで、もう今日ね、若干ネイビーの服なんですけど、ネイビーにね、実りの方をつけてもめちゃくちゃ可愛いですよね。で、このネックレスは両方とも少しね、短くできるので、短くして重ね付けも楽しめます。今実りを短くしました。こんな感じですね。調和と実りをね、重ね付けしてもすごい可愛いので、この感じが私はすごい気に入ってますね。なんですけども、もちろんお手持ちのネックレスと重ね付けしていただけます。で、このね、実りの石はガーネット、調和の石はラブラドライトになっています。このラブラドライトはちょっとこうカメラじゃ分かりにくいと思うんですけども、肉眼でぜひ見ていただきたいんですよ。本当は
本当にこう一色じゃない角度によってブルーがかって見えたりグレーがかって見えたり、クジャクの羽のように鮮やかに輝きます。この虹色の輝きを示す性質をラブラドレッセンスっていうらしいんですけども、まあ、簡単に言えばシラー効果、とても綺麗で手元に届いた時、そして身につける時にすごく満足していただけるかなと思ってこちらの石を選びました。そして両方とも似えるんですけども、両方とも透け感がある石を選んでいるので、裏の引用マークモチーフが透けて見えます。とても映像ではお伝えできないんですけども、石が透けているので裏の引用マークが表からも透けて見えて、細やかですがとても素敵なデザインになっています。このね、ラブラドライトっていう石自体もすごく強いパワーを持っていて、とてもねこの色味が気に入ったから選んだのが大きいんですが、陰陽それぞれのパワーを兼ね備えていることから神秘的なパワーストーンであると考えられてきたんですって。これはねちょっと偶然だったんですけども、すごく感慨深いと思って、はい、この石を選ぶのは必然的だったのかなと思いました。そういった思いを込めたので、自分に秘められた能力に気づくきっかけになったりするみたいです。あとは自分に自信が持てるように、前向きになれるように、そして調和、そんな感じの石言葉があります。才能を開花させる、人脈を引き寄せる効果があると言われている石になります。実り、ガーネットは真実、情熱、実りなど努力を実らせるようなサポートをしてくれたりとか、変わらない友情を表したりとか、一途な愛の象徴だったり、人生に忠実であれっていう意味合いで欧米の風習では親が子供に贈ったりする宝石らしいです。赤はね血液の色でもあって生命力を高める、戦地へ行く時の兵士が怪我をせずに生還できるようにとお守りとして持ってったりもしていたそうです。あとは血液循環を良くしたりとか、とてもね薬膳、中医学でも血の巡り、血の巡り、気の巡りとても大切なので、そういった石言葉もとても私が作りたかったネックレスに合っているなって思いました。でも単純にファッションとして赤をつけたかったっていうところから入っています。そんな石選びなんですけども、どうしてもね一つ一つ石なので個体差があります。はい、動画にもありますが私も一緒に石を選んできました。皆さんにね届いてこう身につけてもらうことをワクワクしながら、私も一つ一つ個体差がある石の中から選ばせていただきました。このジュエリー、縁という名前を付けたんですけども、皆さんと私のご縁を大切にしたいっていう気持ちから縁という名前のジュエリーにしました。何においてもやっぱりつながり、人と人っていうところは本当に一番大事だと思っているので、そういった意味でもありますし、皆さんいてこそ私もこういったね活動をさせていただいてますし、10年も YouTube 続けてこれたので、本当に皆さんとの縁を大切にしたいという気持ちから縁ジュエリーっていう名前を付けさせていただきました。縁をねお迎えしてくださった皆様には直筆でサインも同封させていただきます。このご縁でつながった皆様がハッピーな毎日を送れるようにと思いを込めております。嫌なことがあったらいいことがあるよって思えるような、そんなジュエリーになっています。